はい、皆さんこんにちは、テニストレーナーの朝日です。今日はですね、オープンスタンスの球際の切り返しの打ち方の解説をしていきたいと思います。でですね、まあ最初口でこう説明しても分かりづらいと思うので、まあ、まずは今日やってもらいたいこう完成形から、説明していきたいと思います。なのでまずこちらをご覧ください。はい、今日の動画でですね、やってもらいたいのは今見ていただいた動画のオープンでの切り返しの打ち方になります。でですね、あの打ち方をですね、細かく解説していきたいと思います。でこの動画を見る前に、前回投稿したこのオープンスタンスでのパワーの出し方、入り方、この動画をですね、見ていただいて、まずはここが基本になりますので、この動画を見てから、今回のこの動画を見てください。でですね、今の動きを一気にやってしまうとこう頭がこんがらがっちゃうかなと思うので、細かく区切って解説していきます。でまずはこのスイングのところからやっていきたいと思います。でさっきの動画で一番お伝えしたいのは、ラケットを置いてもらって、どこか、まあ、シングルスラインが一番分かりやすいと思うので、シングルスラインに片足を乗せてください。でこのままパワーポジショングッと取ったら右側に乗せます。でフォア乗っていくパス、ここがさっきの走ってきた状態でピッと、この状態を作ってください。で、ここからスイングと同時に足を入れ替えてほしいんですけども、この時に重心、今僕右足、こっち側に乗ってます。この重心の位置を変えずに、ピッと入れ替える。で、この時もしっかりとパワーポジションであることが大切です。膝が出ちゃったりとか背中グニャンと丸まっちゃったりすると、次の動き遅くなりますので、スクワット姿勢作って右乗せてっていくば、でここから入れ替える。重心の位置はもうほぼ変わってない。なので、まあ、最初の練習としてはもうテイクバックも別に入れなくてもいいので、右に乗せて重心の位置ここに置いたら、ここからスクッと乗せる、スクッと、この重心の位置を変えずに足を入れ替えるという練習から入るといいかと思います。でこれができたらラケットを持ってもらって、落として右に乗せる。で、テイクバック入れます。で、ここからスイングと同時に横に移動します。横に移動するか足を入れ替えます。ここから、バーンと。重心、顔の位置はほぼ変わってない。ここから、バーンと入れます。次の段階としては、この練習です。スイングと足の入れ替えを合わせる。で、なんで、この足を入れ替える動作、前のオープンの動画では重心を真ん中に打った後、真ん中に持ってきてくださいねというふうに説明したんですけど、この切り返しでは何で入れ替えるかっていうと、こう走ってきた時に、まあ、こっち側からこう走ってくるので、こう勢いっていうのはあっち側に働きます。でプラスしてスイングもこういう遠心力が働くので、体が外に流れるような力がこの時働いてます。走ってきてスイングした時にこっち側に流れるような力が働きます。その時に真ん中もしくは右足のまま残ってしまうとどうなるかっていうと、走ってきた時にここ右乗ってます。でこのまま右に残ってしまうと外側に振られるんです。で、まあ、この球が仮にいいボールが行ったとしても、次こっち打たれたら絶対ここから良い寄ってもらわなきゃいけないので、めちゃくちゃタイムロスになります。なので、重心の位置はなるべくセンター側に打った後、乗せるようなイメージです。これを合わせてみると、走ってきて右に乗せて、で、入れ替える。そうすると、次こっち側の動きが動きやすくなりますので。で、まあ、もし逆を突かれたら、っていう方がいるかと思いますけども、この姿勢からでも、立て直せばすぐ逆取れるので、一番良くないのは、この姿勢から、立て直すのって結構大変なんですね。なので、しっかりと軸足を重心変えずに打てるように。で、まあ、最初、
慣れない方はパワー出せなかったりとか足とスイングが連動してこない方もいると思いますね。まずはこの姿勢から球出しをしてもらってパチンと打つというのがいいかと思います。もうちょい外でもいいですか。はい。時を越えて君を愛せるか、本当に君を守れるか。ラスト2球お願いします。まずは今のこのスイッチ動作でボールをしっかりと飛ばせるようになることからやってもらうといいと思います。で、この打ち方ができるようになったら実際に走っていくとことを連動させてやると、さっきみたいな動画になります。でですね、ボールがきつかったりとか速かったり低かったりした時ほど打った後の足を外側に出すとより切り返しがやりやすいかなと思います。ボールがきつかった時にこのぐらいのスタンスで終わるんじゃなくて、振られた時速かったりした時に打った後に思いっきり足を出した方が次こっち足で蹴って戻りやすいので、まあ、これはボールの威力とか臨機応変にスタンス変えてもらうといいかと思います。そしたら今度ダメな例を紹介していきます。まあ一つ目ダメな例、さっきのスイッチ動作ができずに打った後右外側に重心が乗りすぎちゃう打ち方です。ラストお願いします。今みたいになるとさっき説明した通り内側に戻りづらくなるので、しっかりとこの足の入れ替え動作できるようにしてください。あとダメな例2つ目です。この打った後に体が完全にこっち向いちゃう打ち方です。ラストです。でこれ重心は内側にしっかり乗れてるんですけど もう体が完全にこっち側向いてしまっているので、打つ時に体が開きやすくなったりとか、あとはこっち打ったらもうセンター側にしか戻れなくなっちゃうので逆疲れるともう完全にアウトです。なので打った後はしっかりと正面、どっちにボールが来ても取れるような姿勢で待っておくことが大切になります。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今の打ち方はですね、結構試合とかで使う打ち方になります。今紹介したのは打って終わりのとこまでなので、そこからステップで戻る動きもありますので、これはまた別の動画で解説していこうかなと思います。で、まあ、今のボールが打てるか打てないかですね、球際のボールなので今のボールをこう攻め返せるか、もしくは体勢崩れて上げちゃうかによってですね、このポイントの形成っていうのが逆転してしまうので、すごく大事なショットです。なので皆さんもですね、まあ、こういう細かい動きになりますけども、しっかりとチェックして実践してみてください。それでは今日の動画は以上になります。バイバイ。